宮島みきのすけ、宮島みきのすけ。明治5年8月12日昭和19年12月11日は、帰省中学者。政治表記は、宮島みきのすけ。山形県生まれ。父は、宮島え久1893年、宮島取蔵の養子となった。第一高等中学校に入学したが、ドイツ語教師が昆虫学者のアドルフ・フリッチェであった、ことから、 死亡、理科から理科に転化した。第一高等学校を経て、1898年、東京帝国大学理科大学動物学科卒、大学院に入学。日本産無脊椎動物、特に校長動物を専攻した。1900年、尖閣諸島で新天沖縄を研究。しかし実際の目的は、マラリアの研究で、東京への木と、 立ち寄った京都帝国大学医学部衛生学教室に入局を決めてしまった。指導教官は動物学第三大教授の三作柿地。筒が虫病原媒介体としての赤虫の研究を行い、理学部出身者として初の医学博士となる。学位論文は本邦産アノヘレスについて、同年中に島だらかによる媒介を証明した。1901年京都。 帝国大学医科大学講師となり、寄生中学を担当。1903年内無償書管で、北里柴三郎が所長である、国立伝染病研究所入所。宮島は、糖病製造所技師となり、筒が虫、マラリア、日本重血球中、ワイル病の研究に従事。1904年、北里の命で、セントルイス万国博覧会に出席。 1905年、伝染病研究所の部長に承認。その後、マレー半島のマラリア調査、ブラジル移民の衛生状態調査、台湾地方病及び伝染病調査委員の食卓など、たびたび海外に派遣された。1914年、伝染病研究所遺憾時は、北里と共に辞職。北里研究所の初代規制中部長となる。1919年、 慶応義塾大学医学部解説時にも関与し、1929年、予防医学教室の初代就任教授となる。1921年、国際連盟保健機関の日本代表となる。欧米都市の衛生状態を視察した。1923年、関東大震災で、自宅は被災したが、後藤新平内相の依頼を受けて、臨時震災救護部で活躍した。 1924年第15回衆議院議員総選挙に当選、大議士となる。1929年、国際連盟絡みの仕事として、1935年までアヘン中央委員となる。1938年、北里研究所副所長となる。1944年12月11日、日比谷公園付近で起きた自動車事故のため急世した。ありがとうございます。